こんにちは、ワールドリエタスです。今日はですね、なんと30歳のお誕生日になります。イエーイ、おめでとう自分、イエーイ30。いや、あっという間にね、30歳になってしまいました。いや、早かったな、30年間。30歳ってすごい大人な感じがしてたけども、自分がいざなってみたら別に全然中身は大人じゃないっていう、ただ肌の老化とかが気になるような感じになってきただけなんですけど、まあ今日はね、誕生日ということでコストコのパーティーをしようと思ってコストコに行ってまいりました。なので今日は購入品を紹介していきたいと思います。3万4000円ぐらいお買い物したので、ちょこちょこ紹介していこうかな。まず一つ目ね、私の誕生日プレゼント、じゃーん見て、マリカー、マリカーのマリオの何これ、ラジコンみたいなやつ買ってもらいました。これお誕生日プレゼント。チビタスってあんまりラジコンとか持ってないから、ちょっとこれで遊んでみようかなと思います。でもうちの家がもう激狭だから、こんなでかいラジコンを家の中で操作できるかわかんないんだけど、ちょっと買ってみたいよ。可愛くない？私マリカー大好きで下手くそなんですけど、何かしら任天堂のゲームが出たら絶対マリカーは買うっていうぐらいの人なので、マリカーのこれを買ってみました。これを買ってみた。これは遊ぶのがすごい楽しみです。誕生日に欠かせないのがこちらのケーキでございます。イエーイ。これね、いつも買うんだけど、ストロベリースコップケーキを買いました。これはチビタスも大好きですね。こんなにゴリゴリ甘いのさ、子供に食べさせてもいいのかなとか思うけど、まあたまにだからいいかなと思って私はあげちゃいますよ。そしてお誕生日といったら、こちらちらし寿司を買いました。ね、お寿司にしようか迷ったんだけど、ちょっと前にお寿司をね買ってたので、今日はちらし寿司にします。あとこれもよく買うやつ、あのチョレギサラダですね。このチョレギサラダのね、キュウリが好きで、キュウリとエビの組み合わせが最高に美味しいんですよ。これを買いました。あとこれすごい気になったの、ドーナツ、これを買いました。ちっちゃいドーナツが16個入ってるものなんですけど、チビタスがもうドーナツがマジで大好きで、っていうかなんか誕生日なのにチビタスのためにめっちゃ買ってないっていう感じなんだけど、それが母だよねっていうところ。ちょっとさ、私このさ、ホワイトチョコのやつさ気になりすぎるんだけどさ、つまみ食いしていいかしら。あ、でも意外と大きかった。めっちゃ甘いけどめっちゃ美味しい。ね、ミスドよりも全然甘い。メインディッシュはこちらになります。プライムビーフ肩ロースすき焼き、今日はすき焼きにしようと思う。このお肉さ、すごい好きでさ、クリスマスも確かこれですき焼きをしたんですけど、めっちゃ美味しいのよ。なんかね、脂っこいけど、もうなんかとろけるような感じ、すごい美味しいんですよ。これブリポキっていうね、明太ソースがかかったポキみたいなんですけど、これはパパが買ってましたおつまみに良さそうだね。もうコストコのお惣菜に入ってるこのさ、謎の緑のやつって何なんだろう。私これよくわかんないんだけど、美味しいんだよね。なんか食感がシャリシャリしてて美味しいんだけど、一体何の野菜かは分かりません。あとこれは今日食べるか分かんないけど、プルコギを久しぶりに買いました。もうプルコギ1年ぶりぐらいかも。結構久しぶりに買った。楽しみだね。プルコギ好きなんだよね。これ冷凍できてさ、保存も効くからいいですよね。シーフードアヒージョ買いました。これすごい美味しいんだよね、シーフードアヒージョ。これいろんなお魚、海鮮が入っててすごい美味しいので買いました。いやー楽しみだな。てかこんなに2人で食べきれるかな。これも今日食べようと思ってんの桜鶏の唐揚げです。美味しそうじゃない。桜鶏はよくあの冷凍の、あ、じゃあ冷蔵のやつ買わせてもらってるんだけど、唐揚げがあるって知らなかったんです。トースターでもいいしレンジでも使えるらしいので、これを買ってみた。これは今日のメインディッシュ。メインディッシュ多すぎない台湾混ぜそばっていうやつを買ってみました。混ぜそばだよ、美味しそうだよね。台湾混ぜそば発祥の地らしい。美味しそう、これ食べてみたい。
あとはこれシャグエッセンを買いました。いつもはね高級なのだから、今日は誕生日だからシャグエッセンなの。ちょっと高級なウインナーなんですよこれね。シャグエッセンがやっぱり美味しいよね。シャグエッセンは美味しい、パリッとしてて。じゃん、これリンドールのチョコレート、いちごのやつを買いました。ストロベリー&クリーム。なんかね、この前は抹茶のやつを買ったんですけど、パパが食べられないから今回はイチゴにしてみた。あのダークのチョコとかあんま食べなくて、こういうなんかイチゴ味とか抹茶味とかが大好きなんですよ。こんなん、いただきます。うん、なんかピンクかと思ったらピンクじゃなかった。これ美味しい。てか私なんかすっぴんみたいだね。ごめんなさい、化粧がなくなってる。うん、美味しい。これはやばい、止まんなくなっちゃう。私止まんなくなりそう。普通に何個でも食べれそう。なんで私今日化粧がないか分かった。朝ちょっとあの産後の骨盤矯正に行ってきたんですよ。整体であのタオルにこう顔をぐしゃってやってこうやってもらうから、それで多分化粧がなくなったんだと思う。ファンデーションとかないよね。ごめんなさい、本当に気合の入らない服装とメイクで動画を撮っています。まあそれが自分らしくていいんじゃないっていうね。種なしぶどう買いました。なんかいつも売ってるぶどうと違くて、いつものよりねちょっと小粒なんですよ。美味しいのかな。コストコはねぶどうはいつもね何かしらのぶどうは絶対買うんですけど、これは初めて見たんだよね。忘れてた、エビちゃん、エビマヨソースも買いました。これはあのレンジで温めて食べられるからすごい好きで、これは保存食にしようかな。結構日持ちするし。見てこれ、蜂蜜を買いました。熊の大行列。トク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 チュッ、熊の蜂蜜3本セット買いました。最近ね蜂蜜ヨーグルトにハマってて、っていうか朝ごはんをね毎日ヨーグルトを食べてるんですけど、蜂蜜ヨーグルトにハマってるのでこの蜂蜜を買いました。なんかチビタスもね蜂蜜食べられるから、この蜂蜜をかけてヨーグルトにやろうかな。可愛くね。てか安かったんだよね。蜂蜜ってさ結構高いイメージなんですけど、すごい安かったの。あとこれ牛乳、北海道サロベツプレミアムミルク買いました。これたまに買うんですけど美味しいんですよね、この牛乳ね。チビタスもね牛乳がめっちゃ飲むから消費が激しくて、これはあの夜な夜な親たちが食べるポテチパーティーパックみたいな、バラエティーパックですね。これはねコストコに行くたびにねいつも買うんだけど、レイズとかドリトスとかが入っている4種類入っているあのポテチのセットです。このねレイズのねサワークリームオニオンがめっちゃ美味しいんだけど、これの大きいサイズは置いてないんですよ。これの大きいサイズは置いてるんだけど、そうだこれが食べたくていつも買ってる感じなんですよね。そうこのレイズのサワークリームマジで美味しいんですよ、本当に。あとこれ見て、レモネードのオーガニックレモネード2本セットを買いました。2本で多分1000円ぐらいだから多分安いんだよね。これ何リットル入ってんだろう。てかでも超重いんだけど、 2.84 リットルだってすごいね。それが2本入って1000円ぐらいだから安い。美味しいのかな。ちょっと私今さ授乳しててお酒が飲めないので、ちょっとレモンサワー感覚でレモネードを飲めたらいいなと思ってるんだけど、パパはねお酒も買ってました。なんかいつもこれ買うね、サングリアのワイン、これいつもパパが買います。美味しいのかな。 1.5 リットル、 1.5 リットル、でかいね。これが、あとビール。コストコの安いやつ、ビール。ベルギー産のビールをパパが買いました。私は授乳中なので飲めません。あとこれ、私たちの食後のデザート、アイスクリームを買いました。ハーゲンダッツのいちごとクッキー&クリーム。コストコ行くとね、いつもハーゲンダッツを買うんだけど、多分普通に買うより安いんだよね、多分。だから、いつも買います、これ。これは夜中にあの携帯とかいじりながら食べるのが好きてな感じでコストコでいろいろ買ってきました。だいたい3万4000円ぐらい
のお買い物でした。これで私のね、お誕生日楽しく過ごせるんじゃないかな。完全に食べ過ぎだけど、今ちょっとダイエットをしてるんですけど、まあ誕生日ぐらいは暴飲暴食をしてもいいだろうということで、いろいろ買ってきちゃった。だから今日は早い時間からちょっとごちそうを食べよう。もう吐くほど食べます、今日は。楽しみです。ということで、今日はリエタス30歳のコストコパーティーの購入品をご紹介してみました。いかがでしたでしょうか。多分ね、2人で食べる量にしてはかなり多すぎると思うんですけど、ぜひ最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。